こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。鎌倉のお寺さんの団体参拝旅行、団さんに参加しておりまして、柴又大釈天、寅さんで有名な柴又の大釈天に来ております。こちらは日蓮宗の大教寺さんというお寺さんです。こちらの本堂は総欅造りの大釈堂と言いまして、こちらの外壁側、外側に木彫りの彫刻、法華経の法話に沿って大変大きな厚みの厚い立派な彫刻が昭和4年に完成しておりまして、その当時の名人によってさまざまな場面が彫られております。重要文化財の価値があると言われております。ありがとうございます。